日常 M です。本日、コロッケで揚げパンを食べたい。コロッケ以外で揚げパンも売っているんですが、楽しいですね。おっと、まぶされて、テレビはまずいので、このままいただきますね。揚げパンキット。やっぱり懐かしい記憶とかを思い出すんですけど、一方で、どこか新しさもありますね。結構カリッとしてるんではなくて、食感がふわっとしてるので、なんか、ただのコッペパンを食べているって言ったら失礼ですけど、コッペパンを食べているので、ながら、しっかりと揚げパンとして美味しさもある新しい味わいといったところでしょう。うまく言うのは難しいのですが、とにかく美味しいです。そして、そばに混ざれているトッピングとの相性もしっかりあって、サクふわっとした味わいところで、もうちょっとカメラ練習しないとな。それぞれの味詳細はこの後すぐ。ごちそうさまでした。どの揚げパンも、まず生地部分はかなりふわっとした食感になっていて、昔給食で食べたような歯ごたえのあるパンとは違う、少しふっくらとして心安らぐような食感になっていました。そこにまぶされている砂糖の甘さやココアのほろ苦さ、香ばしさとのどれも相性がバッチリで美味しかった。なんだろうな、懐かしくて心安らぐんですけど、どこか新しさもある、そんな揚げパンだなと思いました。で、3つの中だとこの香ばしさが甘いだけではないギャップもあって一番美味しいなと思ったので、今回の代表として5点とさせていただきます。それでは本日のご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞終了。